悪天候の中でのゲームとなりましたが、今日振り返っていかがでしょうか。試合前には入りを良くしようというのは話したんですけど、少し入りが悪かったかなというふうに思います。ちょっとみんな腰が引けてたかなと思います。ただご自身は左サイドから起点になる場面も多く見受けられましたが、ご自身のプレー振り返っていかがでしょうか。前半はちょっとまだ川井選手をうまく起用というか、その使うことができなかったんですけど、後半になって自分の立ち位置とかをまた監督にアドバイスもらって、またいい風に川井選手へのパスとかもできたので、それが前半からできていればもっといい形ができて、あの 0-2 という結果にはならなかったのかなと思うので、あのそういう面でもう少 し考えてやりたいなと思います。今日は悔しい結果となってしまいましたが、まだリーグ戦は続きます。次に向け一言お願いいたします。今2連敗してちょっとあの調子が悪いかもしれないですけど、また自分たちで話し合って練習して、あの前向いてやっていくので、あのサポートの方には応援してくださって、今日も応援してくださってありがとうございますなんですけど、もっとあのできるように頑張るんで、引き続きお願いしますと。お願いします。ありがとうございました。